さゆりセイングのポッドキャストが始まります。こんにちは、さゆりです。今回はポッドキャストを2ヶ月ぐらい休んでいた時の話をしようと思います。まずどうして休んでたかというと、特に休もうと思って休んでたわけじゃないので、気づいたらポッドキャストを撮るのを忘れていました。ごめんなさい。今振り返ってみると、休んでいた2つの理由があります。1つ目は現実世界が忙しかったです。まあ、リアルライフ現実の世界を生きるのに忙しかったですね。2月中旬頃から更新していなかったんですけど、その頃は確定申告といって日本の税金を納める、書類を作成しなければいけません。タックスリターンのようなものですね。で、それで結構忙しかったです。あと日本の冬ですね。2月から4月、今4月なんですけど、この2ヶ月は結構寒くて、肌が乾燥しています。だからなんか痒かったですそれで皮膚科に行ったり、なんだろう、ちょっと何かとバタバタしていました。あと、いろいろなところにも出かけました。近くの島にも出かけたし、九州にも遊びに行きました。だからこの、そうですね、日常生活が忙しかったですね。この2ヶ月エピソードを作る時間がありませんでした。忙しいのはいいことですね。なので一つ目の理由は結構ポジティブな理由だと思います。で、二つ目の理由は、ちょっとネガティブですね。話したいことがなくなったんですよすごくネガティブに聞こえるんですけど、私はポッドキャスト以外に YouTube もやっています。で、このコロナ禍で YouTube やポッドキャストを始めた他の日本語の先生や日本語を教えるチャンネル、があります。もちろんいろんな日本語を聞くのがいいと思うんですけど、なんかチャンネルがありすぎて、なんか私のポッドキャストじゃなくてもいいなとか、私の YouTube じゃなくてもいいなとか、皆さんが素晴らしいので、他の人がやってくれてるから自分はしなくていいのかなとか、ちょっと悩んでる時期もありました。だからこの2ヶ月は、それで作れてなかったですね。少し2つ目はネガティブな理由なんですけど、じゃあどうしてまたポッドキャストを始めたかですね。これは3つ理由がありますね。1つ目はさっき言った、リアルライフ普通の普段の生活が落ち着いてきました。確定申告も終わったし、そうですね、花粉の時期も終わりましたし、ちょっとプライベートなことなんですけど、生活環境が変わったのが少し落ち着きました。なのでまた始める元気が出たので始めようと思いました。あと2つ目は応援してくれる人たちがいることです。この2ヶ月YouTube の方でメンバーさん限定動画で同じようなことを話したんですね。このポッドキャストとか YouTube とか他に素晴らしい人が作っているから私じゃなくてもいいんじゃないかなって悩んでるっていう話をしたんですよそしたらさゆりのポッドキャストが聞きたいって言ってくれたりして、本当に励まされています。はい。あとは私はオンラインで日本語のレッスンをしているんですけど、レッスンを受けてくれる生徒さんが
私のポッドキャストや動画を見てくれて、それについてコメントしてくれたり、それを話題にして話してくれたりするので、作ってよかったなと思います。本当に。で、もう一つは直接会ったりしたことはないんですけど、コーヒーのドネーションとか、Amazon のウィッシュリストでプレゼントを送ってくれる方もいて、そこにメッセージを書いてくれる方もいるんですね。で、本当に嬉しいです。こうやって2ヶ月ぐらいポッドキャストを撮ってなかったんですけど、ポッドキャストを作ってくれてありがとうございますというメッセージをもらって、やっぱりこれからも、日本語学習者さんのためにポッドキャストを作り続けたいなと思いました。いつも応援してくれている方々、本当にありがとうございます。実はミクリアルジャパニーズのミクさんとポッドキャストを撮りました。ミクさんの方からお誘いいただいて、誘ってもらって撮りました。もちろんミクさんはとっても有名なYouTuber だし、ポッドキャストも作ってるので本当にびっくりしました。よくおすすめに上がってくるし、動画を見ていたんですけど、やっぱり直接 Zoom でミクさんと話すのは、ただ動画を見ているのと違って、なんかもっとミクさんのエネルギーが伝わってきました。ミクさんの人が好きで、日本語を通じて日本と外国の方をつなぎたいって言ってて、本当にかっこいいなと思いました。それと同時に、私も自分ができるやり方で皆さんの日本語学習のお手伝いができたらいいなと思いました。なので、そのミクさんとのコラボで、何ですかね、モチベーションをもらったっていうのはかなりあります。その動画は、おそらく5月か6月にお互いの YouTube でアップする予定です。お楽しみに。はい、そんな感じでこの2ヶ月間休んでいましたが、私は今元気です。本当にいつも応援ありがとうございます。皆さんの日本語の勉強も応援しています。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。